DID 大同工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業がお送りします。皆さんこんにちは。その月に甲子園を最も沸かせたプレーを私と視聴者の皆さんで選ぶ阪神タイガース DID アワード、 DID ブランドアンバサダーの掛布雅之です。ちょっとやっぱりチームに疲れが出てきたのかなという感じがしましたね。そんなに今年のパリーグを見た中でずば抜けてその強いチームがあるかというとそういう印象もありませんでしたし、まあ、岡田監督とちょっとインタビューで話した時も、まあ、5割ぐらいでいける手応えがあるような話し方してましたのでね。一番最初のね西武戦で勝ち越せなかったでしょ、まあ、これが大きかったと思う。西武さんには申し訳ないんだけど岡田監督ある程度その西武戦で勢いつけて交流戦に入りたかったと思うんだよね。その出花をくじかれたような西武戦がちょっとポイントになったんじゃないかなという気がしますね。それと楽天とやっぱオリックスのあの弱さが打たれたゲームですよね。ちょっとリリーフ陣にちょっと疲れが出てきたのかなと。特にあれだけ防御率0点を誇っていた梶谷もね、ああいう形でちょっと状態が落ちてきたりだとかしてきましたので、だからある程度交流戦3つの借金という形で終わって、通常のペナントレースに戻る中でもですね、ある程度納得できる戦い方ができたんじゃないの、今のチーム状態を考えると、また周囲にいるわけだからね、では早速6月の阪神タイガース DID アワードノミネートの発表に参ります。まず一つ目はこちら、6月3日小畑選手のサヨナラタイムリーです。これロッテ戦の小畑のサヨナラヒットですけども、延長11回裏、湯浅が追いつかれたってことですよね。どうしても負けられないゲーム、これ良かったのはワンアウト満塁なんだけども、小畑が外野フライを打って1点を取りに行かなかったこと、これは内野陣が当然前進守備してますからピッチャーへ強い打球を打ち返そうというすごくシンプルに考えて打席で勝負したと思う。やや外の甘めのストレートなんだけど外野フライ打とうとしてませんよね。ピッチャーの足元に強く返そうというバッティングの基本に返ってるんですよね。そういう基本が生んだサヨナラヒットなんだけど、こういう打球をバッティング練習から常に意識しながら小畑はバッティングすればもっともっといい結果が出ると思います。続いて2つ目はこちら、6月4日才木投手の完封勝利です。これはロッテ戦の佐々木朗希投手と投げ合った才木ですけども、腕がもう真上から振り下ろすような腕の振りですよね。それから投げ込まれるフォークボールの落差、ちょっとフォークボールが多いかなっていうのは気になりましたけども、あれだけの落差があればバッターはちょっと厳しいですね。それとこの大山のタイムリーですよ。これフォークボールを多分意識してたんだと思うんだよね。ちょっと抜けたフォークを詰まりながらライト前、4番のまさにタイムリーでね、嬉しそうだもんね最近は。だこれから最近仕上げていくわけですけども、もう少しねストレートでファールを取ってカウントを稼いでフォークボールというピッチングの形をもっともっと作ってもらいたいんだよね。最後ほとんどフォークで打ち取ってるんだけど、最後にやっぱりまっすぐで勝負できる最強ストレートを持ってるんで、もっとストレートを大切にしてもらいたい。続いて3つ目はこちら、6月27日前川選手のプロ初猛打賞です。
まあ、もう前川の僕好きなところはこの目力ですよ。ピッチャーに対してすごい強い目力で打席に入って、この姿勢もずっと続けてもらいたいということと、変化球で攻められるケースがすごく増えてきているんだけど、右足の壁をうまく残しながらあのバットを後ろに残してるんだよね。だからボールとバットの距離を最後まで保って変化球に対応できるテイクバックの形がすごくいいのね。テイクバックを取った時にボールとバットの距離が取れる、弓矢をずっと引いたようなテイクバックもできるので、すごく長くボールを見て今の前側は対応できると思いますので、この右足への踏み込みを忘れずに対応できれば3番バッター確定。彼のバッティングの特徴っていうのは、まあ、僕はもう右投げ左打ちなので利き腕が右手なんですね。前側の場合は左投げ左打ちですから利き腕が左腕ということなんですよ。だから左利きのバッターの方がボールを強く打てるという利点はあります。ただ右腕のリードがいいバッターの方が変化球が来た時に右腕で拾うことができると。でもここ数試合前側の打席を見てると、その右投げ左打ちのバッターが使う右腕の変化球を拾うようなね、崩れる形の打ち方を前側はできてるんですよ。これは多分相手のチームが前側のデータがそこそこ出てきますから、まあ、ストレートに強いと、で変化球に対する弱さがあるから、ちょっと変化球で様子を見よう、追い込んでから変化球で勝負しよう、そういうデータに対して前側がゲームの中で対応してるってことですよね。これはね、高校2年目ではすごい対応力です。それと彼の大きな特徴っていうのは強い下半身だね。僕はあそこまでこうやって低くは構えられなかった。で、あそこまで低く構えると何がいいかっていうと、ストライクゾーンを小さくできるんだよね。高く構えればストライクゾーンって上下が大きくなりますよね。前側はこれぐらい構えるじゃないですか。これとこれだったらストライクゾーン全然違うでしょ。この強さだよね、足の。それと左投げ左打ち、どちらかというと軸足で打ちたいタイプが多いんだよね、こういう形で。でも彼のね、部位を見てるとこう構えたら一回ちゃんと踏み込んでる、右足に。それから右足に移ったパワーを軸足に蹴るような形になって、軸足と右足の力の体重移動で体がこうバーンって回るんですよ。まあ、これもあの強い下半身があるから乗った蹴ったっていうような感じだね。だでこバーンって回るわけだから、多分もうちょっと慣れてくるとホームランが出てくると思います。ただ一つ注意してもらいたいのは、楽に拾おうと思うバッティングをしちゃうと振ることを忘れるの。だ基本やっぱり左投げ左打ちという後ろの手が強いんだから、しっかりと振るということを忘れないで今のバッティングを続けてもらいたい。まああと1年2年経ったらクリーンナップ打ってるでしょう。3番前川、これ定着していくと思うね。この3つの中から阪神タイガース DID アワードを決めるのは皆さんです。投票は簡単です。トラバンツイッターでこの3つの中から1つ選んで投票ボタンを押してください。そしてハッシュタグ、日付、選手名、プレーを入れてツイートしてくださった方の中から阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業から受賞選手の直筆サインボールを5名の方に、そして8月29日
甲子園球場で行われる阪神対 DeNA 戦 IBC シートのチケットを5組10名の方にそれぞれプレゼントいたします。ツイートの締め切りは7月13日木曜日までです。皆さんどしどしツイートしてください。よろしくお願いします。